ご乗車ありがとうございます。今日も JR 東日本ご利用くださいましてありがとうございます。臨時列車の唐津山山上祭り号本社口行きです。停車駅到着時刻につきましては、池袋駅を発車した後ご案内いたします。次の池袋駅発車した後ご案内いたします。なお各駅とも停車時間ございません。すぐ発車となります。ホームに降りてのお買い物はできませんのでご注意ください。次は池袋お出口左側です。池袋を出ますと赤羽、浦和、大宮です。すべての座席が指定席となっております。自由席はございません。指定席券をお持ちいただけない場合、ご乗車できませんのでご注意ください。列車烏山山上祭り号をご利用くださいましてありがとうございます。停車駅並びに到着時刻をご案内いたします。なお1分少々遅れて発車しております。電車遅れまして申し訳ございません。次の赤羽到着は9時14分頃到着予定です。浦和は9時23分大宮は9時31分久喜9時52分、小山10時22分、宇都宮10時47分、本社口11時3分ごろの時刻です。なお途中の運転状況により到着時刻が前後する場合がございますのでご了承ください。列車遅れまして申し訳ございません。電車は1号車を先頭に6両編成です。トイレ洗面所は偶数号車にございます。2号車と4号車は後売り出来ございます。6号車は前売り出来ございます。くず物入れは各号車の前と後ろの出来ございますが1号車は後売り出来ございます。すべての座席が指定席となっております。自由席はございません。ご利用の際は普通乗車券のほかに指定席が必要となりますのでご了承ください。また車内販売ございません。ご不明をかけまして申し訳ございません。なお停車駅行きましても停車時間もございません。すぐ発車となります。何か不明な点があれば、ぜひ申し付けください。
ここで私たち嵐山高校と山上バスに関わりについて少しお話しさせていただきます。那須烏山市の夏の風物詩である山上祭りですが、当番町では約100名の若衆が必要とされています。しかし少子高齢化の影響もあり、毎年当番町では参加してくれる若衆を探すことに苦労している状況です。そのためこれから5年後10年後も引き続き存続できるのか大きな問題になっています。そこで日頃お世話になっている地域の皆様、私たちは何かお手伝いできることはないのだろうか。またこのお祭りはこれから先も末永く続くよう、私たちお祭り大は山上祭りのことをもっと強く必要があるのではないのかと考え、今年度嵐山高校1年生のほぼ全員約180名が明日28日午後0時30分開演の踊り橋に参加することになりました。私たち高校生は当番町の若手の皆様と一緒に道具に土を運び、組み立て、そして高さ10メートルを超す大きな山を上げます。お祭りの正規の担い手ではない、一般の高校生がここまでの大人数で山上げの本番に参加するのは、山上げ祭りが始まった450年余りの歴史でおそらく初めてのことだと思います。それ以外にも今回の山上げ祭り号への乗車や高道具によるお茶会、早朝のボランティア清掃などたくさんの嵐山の水槽で山上を盛り上げるお手伝いをしています。この後小山を出発後、山上祭りの歴史についてお話しさせていただきます。また今回の嵐山駅までご乗車いただいたお客様には、那須烏山市オリジナルのノベルティを配布させていただきます。久喜を出発後、嵐山駅で引き返しとなります。記念ノベルティの整理券と山上祭りのチラシをお配りいたします。それではご到着までおゆっくりとお越しください。ありがとうございます。この電車は臨時列車快速嵐山山上げ祭りも到着時期です。次は宇都宮に停まります。宇都宮到着10時46分7番線に行きます。終点放射口11時2分の到着です。放射区時からは約24分の待ち合わせで、臨時の烏山行きの列車がございます。電車は1号車を先頭に6両編成です。
トイレ、洗面所は GoTo 号車にございます。2号車と4号車は後割りでき、6号車は前寄りできございます。くず物入れは各号車の前と後ろのデッキにございますが、先頭車両1号車は後割りできございます。ご利用の際には普通乗車券と指定席が必要です。本日満席のため指定席をお持ちいただけない場合、座席のご案内をできない場合がございますのでご了承ください。次は宇都宮に停まります。7番線につきますお出口は右側です。
ここ屋台行事33件の一つとして烏山の山上行事がユネスコ無形文化遺産に登録となりました。それでは何点かお知らせがあります。烏山駅降車後のご案内をさせていただきます。降車後は各自由に観光していただくことになりますが、本日は午後0時30分より烏山駅前で開園予定となっております。駅に到着しますとすぐ目の前に開園前の準備をしている様子が見れますので、お楽しみください。期間中限定で八雲神社の御朱印を発行しています。場所などの詳細は車内にいるスタッフにご確認ください。到着時から乗り換える烏山線の明け分についてのご案内です。夏休み特別企画として烏山線で学ぶ JR のエコ大作戦を実施しております。アキムの社内にエコな取り組みについてのクイズが提出されておりますので、ぜひチャレンジしてください。先ほどお配りしたオリジナルノベルティの引換券は到着後から15時まで受け付けておりますので、お帰りの際はお忘れにならないようお願いいたします。最後に本日お帰りの際は烏山線発車5分前に流れます発車予告メロディーをぜひお聴きください。今月限定でお囃子が1分流れます。それでは私からのアナウンスは以上になります。山上祭りや観光に関しての質問などがございましたら、私どもスタッフまでお声をかけていただくと思います。夏烏山での良い一日をお楽しみください。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。終点放射口到着時刻は11時2分1番線に着きます。お出口左側です。列車は1号車を先頭に6両編成で、トイレ洗面所は偶数号車にございます。2号車4号車は後寄りデッキにございます。一番後ろ6号車は前寄りデッキにございます。子供の入れは各号車の前と後ろのおデッキにございますが、1号車は後寄りデッキにございます。終点放射口から臨時の烏山行きは階段を上りまして3番線11時26分です。
号車に乗っています。棚の上の荷物など忘れ物もわかりませんよ。お気をつけください。到着ホームは1番線、出口は左側です。臨時列車の烏山線、烏山駅は階段を上りまして、3番線、11時26分。臨時の烏山線、烏山駅は階段を上りまして、3番線、11時26分です。階段下にはエレベーターがございます。宝石寺より宇都宮線普通電車黒石行き降りましたホーム1番線11時30分宇都宮線下り普通電車黒石行き降りましたホーム1番線11時30分です。この列車は到着後回送列車になります。ドアが閉まりますのでご注意ください。本日は立地の烏山山際バテリー号をご利用くださいましてありがとうございました。終点の申し上げです。出口は左側です。